セダム属や小さな葉っぱの多肉植物を好んで生産販売してます、市川ハーブです。今日は10月25日、セダム属のロッティの紹介を しようと思います。はい、この品種は、もう僕がセダムの生産始めた頃からずっと好きな品種で、こうやって群生させやすかったり、紅葉したらこうもともと青っぽい葉っぱなんですけどピンクっぽくなったり、なかなか可愛い感じになる品種なので、気に入ってずっと育ててます。はい、で増えやすいのも、はい、この品種の特徴かなと思います。で特徴といえば、そうですね、夏弱くて、夏場は葉っぱが平べったくなってこう伸びやすくてあんまり可愛い感じにはではなくなっちゃうんですけど、はい、これからの季節どんどんこうちょっと青みが出て紅葉するとピンクっぽくなって、で肥料を与えとけば、まあ、こうやってカットしてこの肥料を与えとけばこの中の小さい芽がどんどん育って、群生させやすいというか、はい、うちではそんな感じで管理してます。でこの切った後ちょっとこうやって短く切っておくとそのまた株この元から芽も吹いたりするのでこうコンパクトに群生する感じになります。あんまりこの茎の茎を長いままで残しておくとこうコンパクトな群生みたいなのは難しいかなと思います。はい、で肥料は IB 化成だったりそういう窒素分が多いのを僕は、はい、置いてどんどん育ててる感じにしてます。はい、で一寸で作るときはこういう大きいのは1個だったり小さいのを2個入れたりしてるんですけどこういう2寸の鉢に何個もこうやって刺したりっていうのも可愛くなると思います。はい、また寒さにあたって綺麗になってきたら動画作ります。今回はセダム属のロッティの紹介でした。ありがとうございました。